はい、おはようございます。夢人のための情報番組、土曜朝の気分はウェイウェイ、カムイのゆらです。よろしくお願いします。はい、9月21日でございますね。はい、まあ、台風は去りましたが、うん、その後どんな感じなんでしょうかって感じなんですけど、はい、さてさて、はい、9月21日はどんな日なんでしょうか。はい、はい、おもせひなの今日は何の日、国際平和デー。来た、はい、はい、コスタリカの発案により1981年昭和56年ですねの国連総会で制定されました国際デーの一つ。英語表記はインターナショナルデーオブピース IPP と表記されます。この記念日は日本語で国際平和の日とも呼ばれます。すべての国、すべての人々にとって共通の理想である国際平和を記念し推奨することが目的です。で、2002年からこの日は世界の停戦と非暴力の日として実施され、この日1日は敵対行為を停止するようすべての国、すべての人々に呼びかけるとなっております。はい、まあ、そうですよね、うん、でこの日がですね、まあ、ちょうど今日なんですけど、はい、私は今こうやってね、あの配信に出てるんですが、うん、今は、靖国神社におります。本体は今霊体できてるんです。はい、はい、であのそう、靖国神社にいるんですけど、なんでかというと私がね、あの参加してるあの和プロジェクト大使というね、2団体があるんですけども、もうですねこれがですね10年、であの奉納希望でのやり始めて7年ぐらいなんですね。で、あのそれで全国の護国神社、普通護国神社って言ったらさ、戦争に行って亡くなった方を祭りする神社なので、どうしても戦争のイメージがあるんですね。でなんですけど、あのということはそこに集ってる人たちっていうのはさ、みんなもし戦争がなかったら、その、おじいちゃんとかお父さんとかが死ななくてもよかったかもしれないっていう人たちなんですよ。だからより平和についてすごく願ってる人たちっていうことなんですよね。でその五国神社、全国の五国神社、そして長崎広島の平和公園、そして靖国神社っていう52箇所かな。で、同時にっていうのがね、今あの、奉納記号っていって、あのプロの書道家さんがでっかい紙に平和とか、あの愛とか、ね、そういうのが書かはるんですけど、そこにですね、なんと高校書道部40校です。でということもあって、そのちょうど21日の土曜日、今日なんですけども、ちょっと都合が悪いという場合、ちょっと前倒ししたり後ろに出したりということがあるので、うん、あのちょうどこれなんか期末テストとか中間テストとかあるやんそういうのが重なかぶるんですなので、ずらしたりとかいうのがありまして、同じ日ではないんですけども、大体、1週間2週間前後ぐらいのところで、その五国神社とか平和公園とかで、この記号やっておりまして、今日は私、靖国神社に、撮影担当でね、行っておりまして、はいはい、あの過去、どんなことやってたのかっていうのは、あのこのチャンネル、あのカムイチャンネルの中に、ワープロジェクト大使という再生リストがありますから、その中で見ていただくことができるので、まあ、もし興味があったらぜひ見てみてください。ぜひ、はい、平和を皆さん祈ってください、はいはい。そしてもう一つ、ファッションショーの日、はい、1927年昭和2年のこの日、東京銀座の三越呉服店で日本初のファッションショーが行われました。で、一般から図案を募集した着物のファッションショーで、初代水谷彩子さんら3人の舞台女優がモデルとなりました。で、このファッションショーは三越の6階にある三越ホール、今は三越劇場のこけら落としイベントの一つとして開催されて、9月21日から23日の3日間にわたり実施されて、大盛況だったということでございます。はい、
ファッションショー、日本初のファッションショーは着物ファッションショー、ね、そうそう、しかも一般から図案募集してるから、ね、そのね、なんかそのプロの方が作ったとかじゃなくて、うんうんうん、っていうのもまた面白いね。面白いよね。なかなかそういうの今ないもんね。ないでしょう、一般の図案ってね、なかなかないですよ。もうほとんどあれよね、あのなんか筋肉マンの、あの新しい超人を一般から募集してますみたいな世界そんな感じやけど、なんかそう面白い、なんかそんなにパンフレットとかもあるらしくって、うん、なんかモデルさんの写真があったりだとか、あの、ね、模様が、はいはい、の模様があったりとか、はい、だから今とまた全然違うよね。ちょっとね、雰囲気違うよね。え、何年やった？1927年でしょ。もうだから、昭和2年だから戦争始まる頃や、直前ぐらいです、ね、まあまあまあ、要はあの今で言う東京ガールズコレクションみたいな、そんな感じなんですね。今はだから有料でも、もう盛り上がるしっていうのが、うん、海外でもね、うん、やっぱりこれとかもあるから、ね、そういうものと同じようなものが今日日本で初めてということです、はい、以上です。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ行きたいと思います、はい、行くよ、せーの、シネマどんぶり。はい、今日のシネマどんぶりはですね、うん、またあの監督に、うん、インタビューなんですけど、もうこれ監督というかですね、芸人さんなんですよ。お、芸人さんなんです。芸人さんで、しかもね、うん、日本人なんです。お、いやいや当たり前やんって思うかもしれんけど、見た瞬間日本人に見えない日本人なんですそうですね、はいはい、そうなんです、うん、はい、名前はね、しっかりね、竹内豪さんっていうね、うん、あのしっかりしたなんかすごい日本人、すごいザ日本人みたいな名前でしょ。もう多分ね、パッと出てきた瞬間にはっっていう感じになりますけども、れっきとした日本人です、うん、で彼の、お父さんを探すプロジェクトということで、うん、あのドキュメンタリー映画パドレプロジェクトという作品の、インタビューをさせていただきましたので、はい、予告編と一緒にご覧いただきたいと思います、はい、はい、それではシネマどんぶり。 My father. I'm looking for my father. Mi chiamo Go Takeuchi. Sto cercando mio padre. これはハーフで日本育ちの僕が2歳で生き別れたアフリカ人の父を探す旅の記録。お父さんの誕生日知ってる。 Don't go to them straight and say that I'm looking for my father. Perché siete entrati? 怒られるかも。この旅の目的は、うん、会う。会わずにちょっと帰るっていうのは、やっぱりちょっとそれはないでしょ、ここまで来て。結末はわからない、ただ死ぬ前に一度でいい父親に会いたい。ちょっとね、僕もなんかあんま相談できる人がいなくて。パドレプロジェクト、頑張ってよ、頑張ってよ。いいね、そういうコメントもっとちょうだい。それでは今日はですね、映画パドレプロジェクトの監督プロデューサーでいらっしゃいます竹内豪さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、あのこの作品についてまず監督から、簡単にご説明をお願いいたします。はい、私改めましてブラックサムライ、あ、間違えました、映画監督の竹内豪と申します。はい、実はですね、3年前まで、ブラックサムライという名前でお笑い芸人として、事務所に所属してまして、まあ、タレント活動をしておりました、東京の方で。で、ちょっとやっぱコロナウイルスの大流行がきっかけで、まあ、仕事がもう全部なくなってしまったんですよ。はい。あ、でもちょっと今見え張りました。もともと売れてなかったんで、そんな仕事なかったんですけど、はい。コロナでさらになくなって、で、もうちょっとそこでもう、39になってたんで、年齢が。
一回事務所辞めてちょっとやり方を変えよう、じゃあ次何やろうって考えた時に、まあ自分の中でずっとモヤモヤしてた親父探しの旅をちょっと実行に移そうと決断しまして、まあでも最初はあの YouTube とかで、まあ細々となんか YouTube の企画でやろうかなと思ってたんですけども、以前まあ僕の母親が、あの僕がちっちゃい頃、まあなんかあなたのお父さんは昔映画監督を目指してたんだよって僕に言ってくれたのを思い出して、あ、じゃあなんか親父の意思を継ぐというか、まあそんなかっこいいもんじゃないですけど、映画にしてやろうと思い今回決意しました。そもそもそのちょっと僕の生い立ちを軽く説明しますと、はい、まあ、僕自身はあの2歳の時に、アフリカのカメルーン人の父親と一度会ったきりもう疎遠になってしまって、日本で日本人の母親に、シングルマザーで育てられたんですけども、で兄弟はいなくて一人っ子で、僕は今年齢が43歳なんですけども、僕があの生まれ育った1980年代の名古屋出身なんですけど、名古屋はもう本当にハーフの子とかほとんどいなくて、まあ、特に黒人のハーフなんかめちゃくちゃ珍しかったんで、かなりなんか異端だったわけですよ。幸い激しいいじめとかには合わなかったんですけど、まあやっぱなんかいろいろちょっと嫌なこともあったりとか、でもやっぱなんか僕の中でずっとそのアフリカ人の親父はちょっとタブーみたいな、触れちゃいけない存在みたいな感じでずっと遠ざけてきたわけですよ。でまあ20代30代になって、もうそういう父親のことどころかやっぱり自分の人生、仕事とかが忙しくなったりとか、まあ、自分のこう夢を追いかけるのに必死で、一回もう蓋してたんですけども、やっぱりなんか40近くになって、で、やっぱコロナの影響で、まあいろんな人がなんか死んだったりしてるのを見て、結構やっぱりこう、あ、やっぱマジで人生一度だなっていうか、結構なんかやりたいことがあったら、もうやっとかないと、まあ明日何があるかわからないっていうのがすごくなんか現実的に感じてきてしまって、でなんかそういうことを思い出したら急になんか、あ、もうそろそろ父親に会わないとやばいみたいな思って、でもう結構後先考えずにクラファンのページとか作って、でそっからはもうなんか坂道を転げるようにあの進んで現在に至るっていう感じなんですけど、はい、まず一番最初に確認しとかなきゃいけないの、お父さんと暮らした経験はないんですよね。全くないですね、はい、だから お生まれも名古屋で生まれてらっしゃって、だから父親が日本に来たこともないんですよね。ないんですよね、はい、お母さんがイタリアが大好きで、はい、で、はい、に行った時に、出会ったカメルーン人のお父さんとの間に子供を授かって日本で生まれて日本で育てられたっていうことなんですよね、はい、そうですね。ここも結構やっぱり父親探しの旅みたいな感じだとちょっとシリアスな感じにお想像する人が多いと思うんですけども、はいはい、僕の母の場合はまあもともと父親に会う前は誰ともお付き合いをしたことがなくて、父親に会った時にもう年齢も32歳ぐらいで、でそれからなんか数年日本とイタリアを行ったり来たりして、まあ恋愛みたいな交際を続けてたんですけど、もういよいよ年齢が35歳になった時に、まあ、1970年代後半なので、まあ、当時は女性が子供を産むギリギリの年齢が本当35歳ぐらいって言われてて、で、まあ、そんな中でもう母親はもう唯一好きになった男性がまあ僕の父だったんで、まあ、ちょっとやっぱ子供が欲しいっていうことで、で、まあ、でもお互いイタリアで外国人で、でもう仕事なんかないんですよ、特にアフリカから来た移民なんて、はい、まあ、ちょっと差別みたいなのもありますし、はい、だからもう僕を産むって決意した時点でもう一人で育てていくっていう覚悟を決めてたみたいですね、母親的には。なので、まあ、こういうのはちょっといろんなケースバイケースなんで、うん、いろいろあるんですけど、まあ、僕の母の場合は自分で望んで僕を出産したっていう感じで、はい、でだからお父さんいないのが当たり前でずっと育ってらっしゃって、映画の中でもねその辺は描かれてるわけなんですけど、まあ、はい、その後エンタメの世界にこう、はい、お父さんも DJ とか映画監督を目指してたっていう、お父さんの まるで後を追うかのようにエンタメの世界に入っていかれる。そうですね、意識したかしてないかは分からないんですけど、まあ、やっぱり親の血っていうのはどうしてもね、たとえ嫌いでもたとえ憎くてもなんか抗えないものがあるとは思いますね、やっぱり、はい、でよしじゃあお父さんに会いに行こうって決めて行くわけなんですけども、はい、まあコロナ禍で
普通外へ出るのも大変っていう。クラファンが終了したのが2021年の9月なんですけど、はいはいはい、まあ、ちょうどまだ海外の渡航制限がかかってて、うんうん、なんかすぐに出発ができなくて、うん、結局9ヶ月ぐらい待たされたんですよ。で渡航制限が解除された2022年の5月に、はい、もうこのタイミングしかないと思って渡航しましたね。なるほど、はい、でも本当に後先考えずに行ったんで、まあ普通なんか例えばプロのテレビのドキュメンタリー番組とかだったら、はいはい、まあ、言うてもある程度こう、はい、コンタクト取ったり、はい、もう目星をつけてから行くと思うんですけど、うんうん、もう多分ちょっと芸人魂がに火がついて、いやそんなの面白くないと、だからテレビはやらせってたたかれるんだと、もう完全にノープランで行っちゃいまして、はいはい、そうしたらえらいことになりましなったっていう感じですね、はい、いやだからねすごかったですよね。まあ、僕も映画を見てるだけではあるんですけど、その、はい、いろんなその人たちの手助けがこう勝手に入ってくるというか。そうですね、なんか最初はもう全く手がかりがなくて、ビラ使ってあれですもんね、お願いして貼ってもらってましたもんね。でも あんなの、その本当にね、昭和じゃないんだからね、全然効果はなくて、まあでもある時に SNS でこう、うん、アフリカ人イタリア・ミラノに住んでるアフリカのコミュニティを当たったらどうかっていうアドバイスをもらって、じゃあそうしようと思って、もうミラノのアフリカレストランとかをもう片っ端から行って、はいはいはい、そうしたらなんかすごくなんか親身になって協力してくれたりとか。いやだから SNS の時代でよかったですよね。そうですね、はい、全然その言葉もだってね、イタリア語はそんなにすんなり喋れるわけじゃないじゃないですか。全然喋れないですね、はい、通訳兼ガイドもやってくれてるキキさんっていうね、女性の方が、はい、まあ、ちょっとは挨拶とかはね教えてくれてたとしても、はい、スルスル向こうの言ってることを理解して喋って返すってわけにいかないですもんね。そうですね、もうキキさんにしてもそうですし、まあ、そういう創作に協力してくれた人とか、うん、まあ、あとやっぱこの企画でクラウドファンディング2回やってるんですよ、はい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 、これもそのクラファンのスポンサーさんの T シャツなんですけど、ね、はいはい、もうだから僕一人だけの思いじゃなくなってきちゃったんで途中から、うんうんうん、だからこう、まあ、正直やっぱり会えるのかもわからないし、たとえもし父親と仮にコンタクト取れても、うん、まあ、一番きついのはやっぱり拒否される、拒絶されることとかだったと思うんですけど、うんうんうん、もうなんかやっぱりいろんな人の思い背負ってるから、もう絶対会えるもんだと信じて行きましたね、うん、はい、まあ、本当に何のあてもなく行ったにもかかわらず、お父さんの存在を確認するところまでしっかりね行けたっていうことなんですけど、まあさあ最後はどうなるかっていうところに関しては、これはまあちょっと はい、映画館で確認してくださいっていう、劇場にてご覧くださいなので、そこはぜひ確認していただきたいと思うんですが、うん、そろそろお時間になりましたので、監督からですね、見てらっしゃる方に、メッセージをお願いしたいと思います。まあちょっとですね、やっぱり僕監督といえども、まあ、いろんな人に協力してもらったり、まあポストプロダクションもいろんなスタッフの力を借りてできたんで、もう僕はただカメラの前で歩いてただけって言い張ってるんですよ。でなんかあんまりカッコつけてなんかこうこれは社会的なっていうのもちょっとなんか自分の柄じゃないんですが、うん、やっぱり、まあ、僕今回竹内豪っていう名前初めてこうやって大々的に出して、うん、竹内監督っていう感じでやってるんですけど、今まではなんかこの見た目黒人みたいな見た目で実は日本人ですドヒャーみたいなネタをちょっとエンタの神様とかでやってたんですけど、はい、なんかまあもう令和6年でなんかいろんなルーツを持った人がもういろんどんな見た目の人でもどんな肌の色の人でも日本人だっていうことをもうそろそろなんかアップデートした方がいいんじゃねみたいな気持ちも入れつつ、まあとはいえ父を探して三千里じゃないですけど、もう超シンプルで桃太郎並みに分かりやすいストーリーなんで、何も考えずにまあ、上映時間ももう80分ぐらいなんで見てほしいですね。結構10代とか若い人にすごく見てほしいなと思います。今って結構
SNS で何でもこうかっこいいものばっかり溢れてきて、うん、すごい洗練されてなきゃいけないし、スタイリッシュでなきゃいけないみたいなのがあると思うんですけど、この映画めちゃくちゃ泥臭いんですよ、低予算で。で、こんなね、監督がこんなスポンサー T シャツ着て、はいはい、なんかやっぱ今勇気がなくて一歩チャレンジするのにビビってしまうとか、まあ、あるいはなんか日本の社会に生きづらさを感じている人とかが見たら、まあ、ちょっとなんか勇気を出すきっかけになるんじゃないかなっていうのもありつつ、あとは映画館でお楽しみにっていうぐらいですね。はい、ありがとうございます。はい、思いが溢れ返ってる感じなんですけど、もう大洪水を起こしてるような感じがするんですけど、いやでも本当にそうなんですよね。肌の色、まあ、例えば八村塁君とかね、はい、もう全然そう、どう見てもアフリカ系の人にしか見えないんだけど日本人なんですよ彼は。はい、日本でちゃんと育って、日本人のお母さんに育てられて日本の心を持って、うん、向こうで活躍しているっていう人だから、だからそういう人ってもう彼はスターかもしれないけど、そうじゃない、はい、たくさんの人たちがいますからね、本当に。そうですね、はい、はい、だから僕はこの映画を見てまさにそのことはすごく感じましたし、ありがとうございます。日本人として生きてらっしゃる方のルーツが外にあるっていうのはもうだんだん当たり前になってくるんじゃないかなってこの映画を見てすごく思いました。はい、なのでまあ私もたくさんの方に見ていただきたいなと思っております。はい、で、これがですね、まあ、一応最後にヒントだけちょポロッと言っとくんですけど、この今かぶってる帽子が一体何なのかっていうのが映画を見たら分かるようになっているので、ぜひ映画館に足を運んでいただきたいですし、関西の方大挨拶に来られた時に、多分答え合わせを監督がするはずなので、ぜひ来て話を聞いていただければなと思いますね。はい、はい、お願いします。はい、ということで、今日はですね映画パドレープロジェクトの竹内豪監督にインタビューをさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いや、しゃべりがいやいや、まあ芸人さんやからね、芸人さんやからね。まあでもね、でもね、実はね、その、7年ぐらいニューヨークに行ってたんですよ。音楽と芝居の勉強を学校入って本当にやってて、うんうんうん、で、向こうではストリートミュージシャンをやってた。あ、そうなんですか。そうそうそう。で、7年ぐらい経った時にお母さんにもそろそろ帰ってきてくれへんみたいな感じで、うんうんうん、日本帰ってきて、要はね、なんて言ったらいいかな、その日本にいる間も高校生ぐらいの時からその、見た目のこととかいろんなことがあって、うんうん、でそれをこうパンクロックみたいなのでこう発散してる、うんうんうん、でなんか日本が嫌みたいな感じもあってニューヨーク行くんだけど、うんうん、ニューヨーク行って帰ってきたらね、笑われるのが嫌だったのにお笑いの世界に入っちゃうんですよ。あ、なるほどね。で、ブラックサムライっていう名前でお笑いをされてたんですよね、うんうん、はい、ちゃんと事務所に入って、うん、で、40手前で、うん、お父さんをやっぱり探さなきゃいけないかなっていうことで、うん、今回この映画を撮るプロジェクトを立ち上げてクラウドファンディングに挑戦して、うん、まあ、資金を得てやったということなんですよね、うん、はい、僕らの感覚とちょっと違う世界だったりとかするので、うん、何より何のつてもないのにミラノにとりあえずミラノで出会ったからミラノに行くっつって、そこ住んでなかったらどうすんねんと思うやん、普通に。すごい壮絶なね、ね、でまあ行ってからいろんなね、うん、SNS とかでくったぶっていったら結果的にっていうことではあるんですけど、うん、まあ、その辺は詳しくはね、あの映画を見ていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあおっしゃってましたけど、でも彼日本人なの、うん、そうなんですよね。だから日本人として日本社会の中で生きている人がお父さんを探しにイタリアへ行き、そのお父さんはカメルーン人、ね、うん、はい、そういうことがやっぱり今の日本では残っていってますんで、うん、ちょうどほら今日ワープロジェクト大使で、うんうん、そのワープロジェクト大使のワっていうのは和の精神、うん、でそれは聖徳太子が制定した十七条憲法が始まってるんですけど、聖徳太子の時代ってね、うん、実は人口の3割が外国人、だから目の青い人とか、うんうんうん、髪の毛赤い人とか、うんうん、そういうのが浮いてた、うんうん、そうそうそう、そうなんですよ。だからね、
昔の方がどっちかというと国際交流が盛んだかもしれないね、うんうん、で逆に言うとそのルーツの人たちも実は日本に住んでたりとかする。だから千何百年遡れるかもしれないけど1300年遡ってもっと先行ったら大陸にルーツのある人が日本にも実は住んでるっていうのが現実ではあるんです、うん、はい、はい、なのでですね、まあ、この作品、うん、いろんな意味であの、まあ、そんな難しく考えると全くなくて、うん、はい、あの単純に、僕は泣きました、はい、私も感動した、はい、泣きました。途中でもね、本当にお父さんに会えるのだって公園でね、うん、日本 の, あのお父さんみたいにって、ね、電話をかけてね、うん、涙を流すシーンとかもあるんですけど本当にね、よく頑張りましたねって本当に思うんですけど、ただただこう応援して見続ける、はい、うんうんうん、はい、うん、なのでぜひ、まあ、80分ぐらいですからね、うん、27日よりアップリンク京都、うん、で28日よりシアターセブン、うん、で、あと元町映画館の3巻でね、上映が始まりますの で,、はい、で28、29は、監督のね舞台挨拶もありますんで、ぜひこの帽子のこと聞きにね、舞台挨拶行ってみていただければと思います。はい、ということで映画パドレプロジェクトの竹内剛監督でした。ありがとうございました。はい、はい、それでは次いきますよ、中之島映画祭情報です。はい、じゃあいくよ。西園野さんはい、さあさあ今日は、はい、今日はですね、うん、中之島映画祭の中で、うん、R指定についてちょっとお話しようかな。これ結構大事ですよね。はい、うん、まあ、中之島映画祭は入場無料で、うん、いつでも誰でも入っていいっていう状態なので、うんうんうん、まあ、映画の内容によったら R12 とか15とかつけなあかんのちゃうかとかいう話は、うん、まあ、毎回出ます、はいはい、でまあね、具体的にね、うん、人4人までは殺しても大丈夫とかえ、そうなの？そうなの？いやいや、濡れ場が2回あったらダメとか、うん、そういう問題ではないんですよ。あ、やっぱり特に注目されるのは、うん、まあ、性描写と、うん、残酷すぎるんではないかなっていうのと、はいはい、あとまあストーリー的にもちょっと問題があるんじゃないかなみたいな、うんうんうん、これに関しては R を考えざるを得ない、うんうん、で結論から言うと今まで R 指定の映画やってません、はいはいはい、中之島映画祭では、はいはいはい、なんていうのかな、例えばストーリーで言うとね、例えば犯罪であったりとか、うん、テロであったりとか、うん、そういうのを奨励されると勘違いされるんじゃないかなということに関しては、うん、やっぱ子供とかには判断つきにくいにあったらつけなあかんのちゃうか、うん、残酷描写で言えば例えばリアルな殺人シーンであったりとか、うん、まあそうなるとちょっとショックが強すぎるんじゃないかなとか、うん、性描写はね、これはもう本当人それぞれで、うん、もう胸が出てるだけで MG っていう人もいますし、うん、いやもう本当もう塗ればそのものがあったらもう絶対 NG っていう審査員もいます、はい、でもやっぱり作品の内容であったりとか、うん、テーマであったりとか、なぜそのシーンが必要なのかなっていうのを、うん、まあ、審査のとこでみんなで話してで話した上で Rつけるかつけないかみたいなことを話してます、ね、この辺皆さんどうで今、ね、ちょっとポリコレとかいろいろ言われてますけど、うん、特にね自主映画ってすごく監督の思いというか、うん、個人のあれがすごく出やすいので一般の映画よりかは、うんうん、だからその辺が非常に難しいなとは思ってるんですけど、そうですね、はい、まあなんやろな、その例えば変な話ね、うん、性描写がなぜ出てくるのか、うん、これね今ほらインティマシーコーディネーターとかって、はい、その性描写をやるにあたって女優や俳優を守るために、うん、その監督とかプロデューサーと、俳優との間に入るコーディネーターさんっていうのがね今配置しなきゃいけないとかどうのとか
っていう話があったりとかして、で、そんなのいらないんだって言っただけでもうあの SNS で叩かれるみたいな、うん、そういうことが実際にも起こってたりとかしますよ ね、 そうですね。だって昔テレビでドラマで結構ヌードありましたからね。いや、あの僕だから あれですよ、あの 何だっっけ、あの必殺仕事人とかでね、うん、あのもう決まってるんですよ、俳優さんも女優さんも決まってるんですよ、うん、同じ女優さんと同じ俳優さんがなんかあの必ず、最後シーンの終わりのところで胸に手入れていくんですよ、で揉んでるっていうシーンで終わるだけで俺らあのドキドキしてるね、そうそう、あのシーンだけ見に行ってるみたいな話、はいはい、ありましたよね、これね、はい、いやまあそういうのはね、もちろんあの時代が進んでいく上で変化していくっていうのは当然あるとは思うんですけど、まあ先ほどね、僕はあの何でもかんでもそういうのをしてしまうと、あの世の中実際にはそういうのはあるの で、 でそれを無視してやるっていうのはどうやねんって思ったりもするから、非常に慎重に考えなきゃいけないなと思ってます。簡単にこれやからダメっていうのはどうかなと思いますので、自主映画の監督でたまにいるんですけど、うん、あの俺たちの着替えを見せるためにまず裸で見せるんだとかわけわからんこと言ってるんですよ。で 僕は正直言いますとそれはバカだなと思っていて、そんなこと言うやつはね、あのいや本当にね、いるのよ、いるの、まあ、自分の願望を出してるだけやろって思ってしまう作品もあります。俺たちの覚悟を見せようと、ここまで見せて俺たちは撮ってるんだぞっていう覚悟を見せたいっていうだけで女優にすっぱだかで、俳優ももう何やったらあの何追い系ってでもボーボーのをもう見せちゃうみたいな、もうそういうの当たり前にやってる人って前はいたんですよ。 でも今はさすがに多分難しくはなってると思います。あのなってますね、うん、で言うとね、やっぱりね、女優さんだって肌を見せる、まあ俳優だってそうなんですけど、本当に必要なものかどうかっていう話なんですよね。だからやっぱ制作段階で監督が要求するからやらざるを得ないんじゃなくて、本当にこの作品の中でこのシーン必要なのかっていうところで、まあ俳優さんがじゃあ私はやりますっていうふうに判断した場合は僕はありなんちゃうかなと思うんですけどね、はい、まあ、非常にまあ難しいことだとは思います。難しい、あの簡単にね、はい、さっきも言いましたけど、うん、3回なら OK とか、うん、そういうことは決めれないので、うん、だから、まあ、まあ自主映画だから余計にそういうのはあるのかなと思いながらも、そういうのを全て否定しまうのはどうかなとも思いますし、何でもかんでも OK っていうのもいかがなものかなっていうのはあるので、まあ、その辺はこれからもしっかりと見ていきたいなと思います。はい、はいはい、まあ、今まで中之島映画祭では R 指定はしたことがございません。基本的なのはあれでしょう、R、まあまあその、映画祭がつける R 指定とかもあるけど、その映倫とかで判断するとかせえへんとかってあるじゃないですか。はい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 。で、あのこの間誰やったっけ、あ、そうそう、あのピンクリンクの太田さんが言ってましたけど、あの要はストリップは OK なの、 OK、 あの、まあ、R つけるにしても柔らかくできると、ところがあのセックスシーン要は男女とか、まあ、男性男性女性女性であってもそうなんだけど、あの2人でやるっていう風になるとその必要性みたいなのすごく問われるから、やっぱり18プラスとかになりやすい。確かに、うん、あの1人やったらあの15プラスでなんとかことらしいですね。難しいところね、はい、まあ、あのこれは永遠に人間の営みである以上永遠の課題じゃないかなと思うので、はい、でね、まあ、その殺人とかあの犯罪とか全て否定してしまうと、うん、あの肯定する意味じゃなくて、うん、映画としてあれしてあの認めるかどうかとなるとストーリーがめっちゃ限られてくるやんと。いやだってそれこそほらあの昔のスティングとかね、うん、ね、あの詐欺師の話ですからね、うんうん、そうそうそう、あのそれこそオーシャンズイレブンとかね、はいはいはい、もう完全にあれ詐欺師の話ですしね、うん、でまああとほら日本でもさあのあって長澤まさみとかあの
冷やしていくとか、コンフィデンスマン JP とかね、ああいうやつも基本的に詐欺師の話ですからね、全部犯罪の話なんですよ。ルパン三世も犯罪者になる。そうなんですよ、立派な犯罪者ですよ。そういったコナン君もね、殺人のなったらかったら言ってるからね。まあまあコナン君が解決するからね。そう、解決するためでもね、元があるからね。そうなんですよ、だから決してその犯罪を肯定するんではなくて、肯定したらこれはダメだよねって、ただその中でスリリングさであったりとかアクションであったりとか、それを思いっきり、例えばホラー映画ならもうまるまるダメじゃないですか、そんなわけにはいかへんよなっていうのが本当難しいところです。まあここがね難しいのが、娯楽って何を捉えるか、どう捉えるかっていう話で、その我々が体験できないことを見せてくれるのが映画なんで、そう非日常っていうところで言うと、まあ、犯罪の犯罪者っていう非日常の存在、日常であってはいけない存在だからこそ映画で取り扱われるという話なんですよね。ヒットマンの話なんかどうすんねんって話、殺しのライセンス持ってんねんで007みたいな話ですよ。仮面の忍者赤影も今オンエアできませんから人殺しまくるんで、まあ僕はあの、サブスクで見てますけどはいはいはい、まあ、そういうことで、まあ、ある視点っていうのは非常に難しくて、はい、簡単に判断するものではないっていうのを、はい、改めていつも感じております。はい、はいはいはい、ありがとうございました。はい、はい、では、夢人情報でございます。はい、はい、ありますか。ちょっとだいぶ先の話ですはい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 、だいぶ1ヶ月後ぐらいかな、10月27日の日曜日ですが、仲良くしていただいてる、はい、方がいまして、ブレイブボースターさんっていうアイドル、アーティストさんグループがいまして、そこが解散してしまうんですよね、その解散のライブによっていただきまして、最後の、ね、姿を一緒に見届けつつ、盛り上げつつっていうのに出演させていただきます、はい、15時半オープンで15時50分スタート、前売りが2000円、当日2500円で来れます。フェアリテールズ大阪さんっていうもアイドルのライブを予約してるところなんですね、はい、ってやってたんですけど、はい、まあ、そちらで。場所どこ？それ、日本橋のところ。おお、本橋？はい、本橋ですもん、はい。アイドルちゃんがいっぱいいるところなんですが、あのグループもいるし、ソロもいるし、ね、はい、楽しいライブになると思うので、もしよければ。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、私の方からは、はい、まあ、もうサクッと言っちゃうと、もう10月しかありません。もう10月しかない。あの自分のやつはね、あの上映はもう、あの今月終わっちゃったんで、はい、まあ、10月で言いますと、僕だけのフライミートゥーザモンド大きな気になりたいが10月10日、はい、はい、私の結婚記念日です、はい、まあ、そんな個人的なことでもいいですけどで、あとトモルが、10月30日水曜日に、ございます、ぜひ、これマテリアルでもねありますので見に行っていただければなと思っております。はい、はい、はい、よろしくお願いします。中之島第23回の中之島映画祭、はい、今作品募集しております、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、それ中之島映画祭情報で言うけどいや夢見といても、あ、まあまあね、まあ、はいはい、はい、で、あとはですね、はい、これ、以前こちらで取り上げさせていただきました幽霊はわがままな夢を見る、うんうんうん、ね、あのグースーヨン監督と、うん、あの主演が、深町ゆりえさんですね、はい、この下の関を舞台にした映画ですけども、こちらの方が、9月27日より、宇都宮光座栃木県ですね、でこちらの方であります。で順でまだちょっと見てわかんないんですけど、シネマスコーレの方でも、あるみたいなので、また情報をチェックしてみてください、はい、そしてもう一つは一番最初に言いました、今日です、今日です、9月21日、今日を靖国神社でやってます。まあ、全国の五国神社でもやってるんですけども、詳しい時間とかはですね、あの今全部を言うのと大変、52箇所多分全部言うと大変なことになるので、あのワープロジェクト大使のホームページあります、そちらの方に掲載してますので、よかったら、お近くの五国神社もしくは、平和公園や靖国神社もそうですけれども、そちらの方に、お出かけいただくと、あのみんなでですね、世界の平和を祈る、その希望を、ね、見ながら一緒に祈っていただければと思います。で、靖国神社ではちなみに、
13カ国の特命全権大使の方、あるいは大使館員の方が、来られまして、寄せ書きを靖国神社でやりますので、はい、いろんな国の方々いらっしゃいますけども、やっぱりね、紛争国、紛争当事国の、大使の方が来られるのが多いですね、はい、なのでぜひですね、またその、光景を見に来ていただければなと思っております。はい、以上、今日の、イベント情報でした。はい、エンディングでございます。盛りだくさんやったね、今日もね。はい、どうでもいいんですか、全然ちゃう話じゃないけど、ちょっと中島校長とこの間話してたけど、すごい今もうなんかあいつの中でみりんが爆発してるらしくて、みりんばかでも先週ちょっとね、先々週ね、みりんのことを、ちょっとお伝えしたんですけど、もうなんかフィリピンより みりんちょっと1点ちゃうかなっていう気がせんでもないです、はい、どうしよう毎月みりんの話だったな。もう今日のみりんの、いやもういいから持ってこいよ。いやここ持ってきて、ちょっといやでもね、2人でちょっと盛り上げてたのは、本ミリ、やっぱ本ミリちゃんと、ね、醸造されて、スーパーとかで売られてる調味料としてのみりんっていうのは、なんていうの、そのアルコール分をちょっと足してたり、要はその工場で作られてるようなものがあったりするわけですよね。じゃなくてちゃんと蔵で、お酒と同じような作り方で醸造されてるみりん、っていうのは全然味が違うんですよ。でアルコール分もありますので、飲みすぎるとやられるらしいんですよ。そう運転手だ。いやだから本人、運転手で、本人曰くバニラにみりんかけるのが好きすぎて、ちょっと油断してたら、立つのにフラつくって、そのかけるかね。そうなんですよ、はい、なので、ぜひですね、このみりんソーダっていうかみりんハイみたいなのを一回飲んでみた人と、そういうなんかみりんトークやってみたいね、でその時はなんかこうあれよね、ちゃんと蔵行って取材したりとかしたり、情報も込みで10分ぐらい枠取ろうかみたいな話でちょっと盛り上がってましたので、そのうちそういうことやるかもしれません。期待してます。そうですね。そうみりんをね、みりんをね並べようよ。見て真ん中で飾ってもらうならね、一本になるかもしれん。どうしよう。スペシャル、はい、ありがとうございます。面白そう、絶対来よう。みんな終わったらもう足フラフラしながら顔真っ赤にして、朝一やってるかもしれない。朝からすみません、朝から酔っ払ってます、やってるかもしれません。はい、ということでございます。はい、ではまた来週。今日はどうもありがとうございました。